こんにちは、高野久もです。えー、ジャコのドナリって有名ですよね。まあ、ジャコっていうのは、あの、魚、ちりめんジャコのジャコじゃなくて、なんてそんなの分かってるわいって声が飛んできそうですけど、まあ、ジャコパストリアスですね。エレクトリックベーシスト。まあ、ウェザーリポートというバンドにも所属していたことがある。もう、ベースのスターですね。ヒーローですね。ジャコパスそのジャコパストリアスのデビューアルバム。 ジャコパストリアスってアルバムがあるんですけれどもね砲台「ジャコパストリアスの肖像」っていうなんかすごく素晴らしいジャコのポートレートまっすぐこちらを見つめているですね本当に素晴らしいジャケットアートのアルバムがあるんですけどその1曲目を飾る衝撃の演奏がドナ・リーなんですよね。ビバップの曲をベースでエレクトリックベースしかもフレットレスベースで弾くというですねその 奇抜なアイディアとそのアイディアをですね、実現してそれをさらに上回る、もう説得力ある有無を言わさず、言わさないそのプレイ、さらに、あの、ほんと、コンガだけっていうね、パーカッションとだけ、パーカッションとベースだけのデュオで、 幕を開けるといいうアアイデアも素晴らししですしねでその後終わったと思ったらチャ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 ってブラスセクションがバーンって吹いてきて驚かしてそれであサムデーブが歌うというその流れの巧みさみたいなのもですねなかなかアイディアマンジャコみたいなところがよく出ているアルバムではあるんですけれどもこの ドナリーやっっっぱりジャコを代表すするナナンバーーになっちゃったんですよね、まあ、ドナリーはまた別な動画で語ろうかとは思ってるんですけどこれチャーリー・パーカー作曲とクレジットされてるのが多いんですけれどもマイルス作曲という説もありましてですねマイルス・デイビス作曲なぜかというとマイルス・デイビスとギル・エヴァンスが知り合ったきっかけはこのドナリーだったということがマイルスの自伝で。 書かれているわけですよまあそれに関してはちょっと話すと長くなってしまう、まあ、どちらが作曲者かはちょっとまあそれはいいとして、まあ、とりあえずとてもうねうねしても3連が多くてですね給付もうすごく伯の面白いところにあったりとかもしてですねなかなかそこのメロディーを把握するだけでも最初は一苦労の曲でさらにやっぱり演奏もなかなか技術をが必要な。 曲をです、ね、エレクトリック・ベースでやってしまうというところで多くの人たちはドぎもを抜かれたわけですよね。あとまあいろいろアレンジとかねその演奏技術の巧みさみたいな。でこんなにですね素晴らしい演奏を残してしまったがためにそれがジャコにはですね後年、ね、呪いのようにつきまとったみたいなんですよね。つまりもうトレードマークになっちゃったと。でジャコにとしてはですね よし、バップの曲をエレベでやるとかっこいいんじゃねーみたいなアイデアがひらめいたと。で、よし、じゃあ、ナリーじゃいいってことで、ナリーを演奏してみたう難しいじゃん、これってなったみたいなんですよね。でも、練習するぞ、おいだわつって、めちゃくちゃ練習して、あれぐらい弾けるようになっちゃったわけですよ。で、ベストなプレイを何テイクも重ねて、それでアルバムに残したと。 で、アルバムにベストなプレイが残っちゃったもんだから、もうそれ以上の演奏ってもう自分ではできる気がしなくなっちゃったわけですよね。ところが、ジャコパストリアスイコールドナリーみたいなイメージが付きまとって、生涯死ぬ直前までですね、ドナリーやってくれ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 って言われ続けて、本人はとても困惑していたみたいです。もちろん、今はいろいろね、ジャコの DVD だったりとか、あと、 海賊版音源とかいろいろ出てていろんなところでドナリー弾いてますけど皆さんお気づきだと思うんですけど早いテンポで演奏してますよねこのジャコ・パストリアスの肖像の冒頭で演奏されるもう程よいですねもうすごいグルーブするテンポでよりも失踪するようなテンポで演奏されるドナリーの方が多いと思うんですよねそれはなぜか ミスがバレないいようにすするためらしいですこれはあるギタリストのインタビューで読んだんですけどもねあのもう俺はあんなプレイできないからって。 お前もすげえプレーを一回録音してきレコードにしてみろよ。後が大変だからなってずっと言ってたみたいですね。<laughs> ずっとあの曲やってくれ、あの曲やってくれって弾かないと許されないような雰囲気がファンの間に出来上がってしまうんで、あまりいいプレーを残すと後が辛いぞみたいなアドバイスをしていたみたいなんですけれども。 まあそれだけですねあのドナリーはとても素晴らしい演奏であることは変わらないんですよ変わりがないんですよあのジャコパストリアスの肖像に収められたね。でどれだけすごいのかっていきなりこれ聞いて「どうだすごいだろ」ってあんまりベースに詳しくない人とかドナリーの旋律ビバップに増えてな人に聞かせても何が何だかわからない。 なんか記号のような音楽に聞こえてしまう可能性もあるのでそういう場合はですね下手な人と比べてみるとよくわかるという意地悪な聞き方があるわけですが、まあ、下手な人って失礼ですよね、まあ、例えばなんですけれども私「あジャコの怒鳴り」って結構ね意地悪な気がつき方だったんですけれども日本の某フレットレスベーシストの方がですねビデオを出していたんですよ当時ビデオだったんでね。あの ドナリー一曲マスターみたいな DVD を出していてですね、まあ DVD じゃなくてビデオか当時は、DVD も今出てると思いますけど、で、それをですね、私、おお、ドナリーかーってことは、当時私もドナリー練習していたので <laughs>、まあ、 じゃこのテンポの半分ぐらいのテンポだったらかろうじて途中まで弾けるという感じにまではなっていたわけですよでさらに練習して3分の2ぐらいの速度までだったらなんとか間違えずに弾けるかなぐらいまでは相当猛練習していったんですよねでももうほんとこれってリハビリしないと全然弾けなくなっちゃう曲なんでねやっぱりね練習って大事だなと思うんですけどまあそれはさておきその某エレクトリック・ベース奏者の強速映像を見て それで、まあ、すごく参考にはなったんですよ、さすがだな、プロだなとは思ったんですつまり運指私が練習していた時の運指と全然違うところもあるんですあ、こっちの運指の方が楽やんみたいに思ったりもしたわけですよ、ここのポジションで弾いた方が確かに楽だよなみたいな、そういうねあのヒントと気づきのきっかけにはなったので、とてもありがたい教則映像ではあったんですけれども、でも、そのドナリーの解説の前に、やっぱりデモ演奏が入るわけですよね。 そのデモ演奏がですね、まあ、もちろんうまいんですけれども当然ですよねプロですから全然、ね、音歌が違うんですよ音の価値音歌やっぱりジャコってすごいなと思いました音の粒立ちみたいなものモゴモゴしてるんですその人のモコモコしててちょっとキレが悪いんですよそれに比べるとそれを聞いた後に ちょっっっと意地悪ななああれれんでですすけけどあれって思たたから聞いたわけですよ別に比較して聴こうと思ったわけじゃなくてなんか全然違うじゃんみたいな同じベースで同じ曲やって同じなんか編成でやってるのにこの違いは何なんだろうみたいなねじゃこの「ナリり」を聴いてみたんですよ。 音が立っとるわと思ったんですね。まあ、立ってるっていうのはあのスタンダップのスタンドの立つじゃなくて、すごく存在感が一音一音際立ってるっていうかね、一音一音がとても大事に演奏されてるなって気がついたんですね。全然違うなと思いましてですね。びっくりしました。 一一音音音がはっきりと発音されているんですよねなんか団子みたいに音と音がも,にもぎゃーってなんかつながったりしてるようなその団子になったような感じじゃなくでさらにテンポが同じはずなのにそのスピード感みたいなもの,この体感値みたいのが全然違うんですよね。 これはすげえわっやっぱジャコってすごいなと思いましてもちろん超絶テクニックみたいなところももちろんそれで派手なプレーとかもジャコかっこよくてすごいんですけれどもそれ以前にそれをやる前の その基礎みたいなものっていうんですかねきちんと音を一音一音ものすごく大事にしてそのものすごく大事にしてる音をものすごく速写法のように弾くからこそかっこいいんだなと音に存在感があって音が脈打って生きてるんだなってことを感じましたねでもまあジャコもそれでもう相当練習してああいう風になったみたいなんですけどねでまあジャコパストリアスはまあその後 ウェザーリポートに参加してでその後は独立して、まあ、ジャコパストリアスビッグバンドとかね自分がリーダーでいろいろ音楽活動していたんですが次第に落ちぶれていったわけですよねもう最後はホームレスみたいな状態になってしまいましてで最後は故郷マイアミに帰ったところであのガードマンに撲殺されてんですけど殴り殺されてるんですけどねそ,その前はニューヨークで不老者みたいな感じでもう地べたにべたって座ってですね ウェザーリポートのレコードとかね、そういうかつて自分が参加していた、持っていたレコードとかを、俺は世界一のベーシストみたいなこと、なんか段ボールかなんかに書いてですね、それで路上で売って生活してたみたいですね、そのお金は酒とかドラッグに消えて雪みたいな。 で日本人ジャズ評論家でじゃこと親しい人とかがニューヨークに行くと見つけてはお金をせびったりとかしてたみたいですね。である評論家なんかは夜コンサートやるから来,て来いよみたいなニューヨークでそれでどこでやるんだってバスケットボールコートだよみたいに言うわけでつまり 夜中、ホームレスたちを相手にですね、バスケットボールコートで、ホームレス何人集まったか分かりませんけど、そういう人たちを相手に夜中、ベースの演奏してたみたいですよね。きっとそこでもドナリーやれってきっと言われてたのかもしれませんけどね、それぐらい、もうある意味、呪いのようについて回った曲でもあるわけですね、ドナリーという曲はですね。<laughs> ジャコはずっともう、ある意味、象徴する曲でもあるんですけれども、ずっとですね、 ファンのの目線に晒されていいたという感じの一生だったわけですよではそれぐらいまあ難しいあのジャコですらやっぱりですね早いテンポで演奏してある意味ちょっと楽してるというかちょっと逃げた逃げてるというと言い方変ですけれどもそういうあのテンポ設定をしたりとかもしてですねいろいろ工夫してそういうプレッシャーから逃れるようなですね工夫とかもしていた曲なんですががちょっと話変わってですね ウッドベースでニールス・ヘニング・エルスティット・ペデルセンっているじゃないですか。もう超絶技巧のうますぎだわ、お前みたいなもう、これ以上別に弾かんでいいからっていうぐらい、もう本当あぜんと,唖然とするぐらいですね、テクニシャンのベーシストがいるんですね、まあ。14歳の時からですね、お母さん同伴であのバド・パウエルと共演していた人ですからね、もうめちゃくちゃすごいテクニックの持ち主なんです。まあ、オスカー・ピーターソンのトリオにもいたので、あの多分 YouTube とかであの調べてみるとそういうプレイとかもあのあのペデル戦のプレイとかも出てくると思いますしソニーロリンズともやってるのでこれも白黒の映像でロリンズとやっている映像とかも出てくると思うんですが、まあ、とにかくもうテクニックすごいわけですよそれで何が言いたいのかというとですねペデル戦はウッドベースでジャコよりすごい怒鳴り引いてるんですよね。<laughs> こうジョーパスっていうギタリストとデュオでやってるんですけども軽々とあんなでかい楽器をですね軽々とですねどなり あのジャコより早いテンポでもスムーズにもソロなんかも楽勝楽勝なんか世間話するような感覚で怒鳴り弾いてんですよな,なあれあテクニックの持ち主やーと思うぐらいもロン・カーターのことをですね音程が悪いってこう腐したという,いう伝説と逸話も残っているベーシストではあるんですけれどもまあペデルセンぐらいの人だったらまあ大御所ロン・カーターさんの「音程うんぬん」とか「テクニックうんぬん」言って でもいいんじゃないかなと思うぐらい有資格はあるわこれぐらい弾けるんだったらと思うぐらいめちゃくちゃゃくテククニックある人なんで,す、ね、でまあもしかしたら YouTube にあるかもしれないのであの昔見たんですね私 YouTube にだから今はもしかしたら削除されてるかもしれないんですけれども。 あの「ジョーパス」と打ち込んで「ペデルセン」って打ち込んで「ドナリー」って打ち込んだら多分出てくると思うのでその映像を見てみてくださいもしあればびっくりしますから軽々と演奏してるんですよねもう憎たらしいぐらいですねスムーズに演奏してるのもうやめろーってもうベース弾いてる人だったら誰もが思うんじゃないですかね今までの「それに比べるってなんてこの己の小ささよ」みたいな風に思ってもうすごく。 例えばもうベースで飯食ってる人とかはこの映像見てどう思うんでしょうねってんと思っちゃいますよね。まあテクニックだけ音楽ではないんですけれどもでもこんなことまでやられてしまったらねっていうのはあるんじゃないかなとは思いますね。でまた別の動画なんですけれどもまたジャコ・パストリアスに話戻りますけどジャコ・パストリアスの2枚目のアルバムに「ワード・オブ・マウス」というアルバムがあるんですね。 実は私、こちらのアルバムの方が好きですごい完成度が高いというか、ジャコのベーシストというよりは、音楽家としてのすごいこう狂気の片鱗が見えるですね、すごいエッジの立った、素晴らしいスケールの大きい美しい作品だと思ってるんですけれども、これ、レコードでいうと B 面の最初の1曲目はバッハやってんですよね。1枚目はチャーリー・パーカーやって、2枚目はバッハをベースで弾いていると、反幻想即興曲だったっけかな。 クロマティック・ファンタジーっていう曲をやってるんですけどジャコはこの曲できるようになるまで2年ぐらい2年か2年半だったかちょっとごめんなさい細かいこと忘れましたけどでもまあ2年近くですねずっと譜面を持ち歩いてですねライブがあるたびにライブの時とかは楽屋でですねずっと練習してたみたいなんですよ、まあ ジャコにとっては難しい私にとっても私もちょっとやってみましたけど10分の1のテンポだったら弾けるんですね。ってみたいな誰もが聞いたことはあると思うんですけれどもねそれをまたニール・スペデルセンはウッドベースでジャコより速いテンポで「ドロロ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 ロラロロ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 ロよロロ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  基礎からね幼い頃から始めてるだけあってめちゃくちゃテクニックだなと思いますこれも動画探せばあるんじゃないかなと思うんですけれどもねなので全然レベル違うわーと思いますけれどもね、まあ、まあそういうことをですねちょっとふと思ったのでジャコのどなりを久々に聞いていたらですねやっぱつむだちいいなーって、まあ、まあ要はジャコのどなりは最高なわけですよで何がいいのかっていうとやっぱ やっぱりです、ね、この躍動感音が脈打ってるのがやっぱ素晴らしいとでその後ペデルセンはウッドベースでそれを上回る演奏がしてるからすげえみたいなことを言いましたけどじゃあどっちが効いててワクワクというか続々背筋があの震えるのかみたいなちょっと鳥肌が立ってくるのかっていうとテクニックはものすごくあの流暢でですねびっくりするぐらい素晴らしいペデルセンの怒鳴りも確かにすごいんですけど。 こちらのドナリの凄さっていうのは感心の凄さなわけなんですよ。おすごいわ感心だわみたいな感じのあれなんですよね。それに比べてジャコのりは感動なんですよねやっぱなんかそうテクニックももちろんすごいんですけどそれを超えて何かね訴えかけてくるこう脈打つなんか生命の鼓動みたいなものを感じるんです大げさに言えば。で あのペデル船の場合は本当普段の何気ない会話をしているように私言いましたけどなんかあの魂が入ってないというかですねまあ入ってはいるのかもしれませんけどなんか日常的な業務を淡々とですねミスなく淡々と膨大な書類をですねあの処理してるみたいなそういう感じがするんですねやっつけとまでは言いませんけれどもね。 普段あのこれからあと300曲ぐらい演奏する中の1曲をミスなくこなしてみましたみたいな感じが付きまとうのでうまいはうまいんだけれどもやっぱりねこう聴いていてなんか打ち震えるみたいな心が震えるぜと思うのをやっぱり私にとってはジャコのどなりかななんて思いました。ジャコが、まあ ほとんど最初の人なのでねエレクトリックベースで怒鳴り弾いた人でやっぱりジャコみたいになりたいぜーっていう人たちみんないっぱいこう練習するわけですよマーカス・ミラーだってもうジャコのアルバムばっかり1年半ずっとレコードターンテーブルジャコのアルバム載せっぱなしで練習しまくったと言いますしあとリチャード・ボナーとかねそういうエレクトリックベーシストの大御所たちもやっぱこの演奏を聴いてやってるわけですよ。それ あの確かマーカスとかかなあと日本だとおさむ功一とかねやっぱりウッドベースでやったりとかあとスラップでねチョッパーでどなりやったりする人だからある意味ジャコよりテクニックを駆使したプレイをする人たちってやっぱりいっぱい出てくるわけですよ後出しじゃんけんですからねやっぱり最初っていうのはやっぱりね 大変なんだけど最初に誰か成果出してしまうとあ俺にもできるわって思ってやっぱり練習するとする人たちってやっぱり出てくるわけですよねそれで練習すればするほどジャコにはない要素だったりとかジャコよりすごいことをやれる可能性も出てくるわけでもうジャコ死んじゃってますからねだから技量の,の上ではジャコを上回るような演奏をしているジャコの後輩たちはたくさんいるわけなんですけれどもだけど一番感動するまあもちろん私が聞いた中でですけれどもね やっぱりベースで一番こう何か不穏なものを感じさせつつでも訴えかけるようなものとかなんかワクワクしたものみたいなさまざまな感情がブレンドされたものが湧き上がってくるこの短いドナリーのねパーカッションとだけやってる演奏が私にとってはベースにおいての最上のドナリーだなと思っております次第でございます次第でございます次第でございます,いますって何言ってるんだって感じではあるんですがまあ そういう感じなんですね。私のジャコの怒鳴り感っていうのは。まあそれでジャコは一生やってくれやってくれって言われたのかもしれません。逆に言えばすげえ評価されてるってことでもあるわけじゃないですか。まあ本にとっては勝ったるかったもうっとしかったかもしれませんけれども。いいじゃないですか。そういうトレードマーク1個でもね一生の中で飾れれば34歳の生涯の中でね、たった1個のことでもこう、そういうふうにね。 多くの方々から認識されるだけの腕前というかね成果を残しただけでも私にとってはすごいなと思っております。ということで、えー、未調の方は是非じゃあこの隣を聞きましょう。そして もうじゃこの隣、聞き飽きたよなんていうジャコフリークの方もですね、もう一度、ですほ他の方の隣を聞いて、またじゃこの隣に戻ってみると、面白い発見があるんじゃないかなと提言させていただきつつ、今回のお話はここで終わりたいなと思った。 また結構喋りすぎちゃうしでごめんなさい。ということで最後までこの長々としたダバナシに付き合っていただきまして皆さんどうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。バイバイ